究極のカードバトルエンターテインメント、それがバトスティエクストリームゲーム。前回初登場した青のガーディアン小川のまな弟子エイジセブン阿部恵美香が BKZBR に勝利。続いてチャレンジャーを迎え撃つエイジスはエイジス5掛川渚。チャレンジャーとの対戦は今回が初の掛川。使用するデッキはグランウォーカーアレスの核人デッキです。今回追加された無双騎士センチビルドというカードのレベル2の自分のアタックステップの効果に、自分の緑一色のサーガブレイブがある間、系統核陣を持つ自分のスピリットのアタックによって相手のライフを減らした時、相手のライフのコア1個を相手のトラッシュに置くという効果があるんですけど、このセンチビルドにカニキリをブレイブして、さらにグラウォーカーアレスを配置しておき、センチビルドでアタックしてカニキリの効果で相手のスピリット1体を重疲労させて、ブロッカーを減らしながらさらに回復、そして2点取って、センチビルドの効果で追加1点取って、もう一度アタックするとこれで5点決まります。もう弱いなんて言わせませんからね。対する BKZ は負けてしまったんですけれども、まだまだキングに挑戦する、ね、タイミングがありますから、ちょっと元気づけたいと思います。よくなかった、悪くなかった。2回戦目、一体誰が行くんでしょうか。僕です。大丈夫ですか。大丈夫さん、じゃあ2回戦目、何のデッキ握るんですか。妖怪握ります。お、妖怪、戦いたいエイジスがいるみたいな。ああ、いますね。隼人さんがちょっと戦いたいなって。いますね、なんかウサギの国から来たりしたっけね。なんか、はい、よく言ってることわかんない。おだので奇跡を起こしてください。頑張ります。頑張って。はい、妖怪 VS 各自、果たして勝つのはどっちだ。先攻 BKZ 早友さん、後攻エイジス5掛川渚。ゲートオープン、開放。解放お願いします。乗っちゃってるじゃない。あれ、どういう戦いの。デレデレして、で紹介 VTR ではあのブリコ許せないって言ってたんで、その瞬間からって妖怪に紹介します。さあ、妖怪デッキですね。妖怪だ。お妙不倫、3枚オープンですね。はい、朝猫、ゴトシーカー、お妙式、つくよみめくれるか、つくよみはない。アマと決心を持つ黄色紫のカードを1枚と、つくよみ1枚をハンドに加えるので、はい、カサネコを回収で、はい、で残ったカード2枚使っていきます。はい、でバーストセット、はい、これでターン終了で、はい、スタートステップ、コアステップ、ドローステップ、ミコスト。なるほど、グランウォーカースタート。イエーイ、アリさん、さすが。で同盟のカードがないのでコアチャージします。はい、3枚、対象のカード3枚で3個は置きます。さあ、センチビルドですね、はい、このスピリットの召喚時、ボイドからコア2個をこのスピリットに置く。レベル2、自分のアタックステップ、自分の緑一色のサーガブレイブがある間、系統核陣を持つ自分のスピリットのアタックによって相手のライフを減らした時、相手のライフのコア1個相手のトラッシュに置く。この効果はターンに1回しか使えないってことで、カニ切りとかブレイブしちゃうともう一気に点取れちゃうっていう。オールリーチ、ゴッドシーカー、オールリーチ召喚します。さあ、これはもうオープンで止めるカードをめくらないと押しまくってしまう可能性もありますよ。敵の上から4枚オープンして、その中のグランウォーカーアレス1枚とアマと化身を持つ緑のカード1枚を手札に加えます。で残ったカードは好きな順番でデッキの上か下に戻します。4枚オープン。お、なるほど、あ、これ強い、うん、スピーダー、センチビルド、なるほど。アマトを持つラグマンティスと、あとヒーローズクローズはオープンされたので自身の効果で手札に入ります。はい、によっては上に戻します。なるほど、上に戻した。ファーストセット、はい、アタックステップ入って何もせずエンドします。は
レジスターもらいます、はい、さあここから一気に駆け抜けるか妖怪前出来。しかしやはりつく読みを引いておきたいところ。1コスト私カウントできました。召喚で効果3枚オープンで。さあ陰陽不倫は紫のシンボル2つ追加しているので2軽減していました。ありがとうございます。引き分かまで回収します。引き分かまですね。引き分かまを回収します。もちろん引っくります。しかし引き分かまで召喚で。さあこのスピリットのアタック時、自分のライフのコア1個をこのスピリットに置ける。そうしたとき自分のトラッシュにあるカード名地球赤丸以外の系統前へ妖怪持つコスト3以下のカード1枚をコストを支払わずに召喚する、はい、この効果で自分のバスは発動できません。まあ、さらにラッシュで自分のライフが5以下のとき自分のトラッシュのソウルコア以外のコア1個を自分のライフに置けるということで、はい、減らしたライフをまた増やすという。なるほどなるほど。地球赤丸アタックで、はい、アタック時効果でライフからコア1個ここに置いてトラッシュからマトシーカー回収で、でラッシュの効果でライフ1個置きます。はい、さあアタックしました。で召喚で効果発揮します。はい、3枚オープンで厚く読みめくれましたね。はい、そしてキャメロットポンと弾道と十色戦記弾道弾道か厚く読み今回中で。はい、フラッシュはないです。こちらもないです。ではライフで1点、ライフで受けました。バストあればバスト。ここでもう開く。はい、ラグマンティス。自分のライフ減少後、相手のスピリットアルティメット2体を披露させますので、陰陽式と気の振り。やってない方。はい。さあ、そして疲労状態のスピリット1体できました。疲労状態の相手のスピリットアルティメット1体をデッキの下に戻します、はい、でこれらの効果をフィールドに残る効果以外では防げませんので、式若丸で出してくれます。この効果発揮後コストを支払わずに召喚します、はい、対象のカードなのでアレスにコアチャージ。はい、もう1点切りに行くかですね。バトシーカー本命フォリーアタックで行きました。これが妖怪の強さ。フラッシュはないです。こちらはないです。ライフで受けます、はい、さあこちら破壊するライフで受けた、はい、やはり妖怪は破壊してしまうとっていうのは考えてるんでしょうか。そうですね、フル軽減にコスト。どうぞ。センチビルド召喚します、はい、まず対象のカードが出たのでコアチャージ、召喚時効果でボイドからコア2個をこのスピリットに置きます。これでかいですね、はい、これでかいですね、はい、うん、6枚ですよね。6枚ですね。2コスト、はい、マグズリバースを使います、はい、自分の手札すべてを破棄します。この効果で系統核陣を持つカードを破棄したとき相手の手札手元のカード1枚につき自分はデッキから1枚ドローします。はい、自分の手札すべてを破棄して6枚ドローします。はい、ブレイブ、ブレイブ探しに行っているんでしょうかね。その後自分のカード名グラウォーカーアレスのコア1個ボイドに置くことでこの効果で相手の効果発揮できず相手のバースト発動できないがあるんですけどこれは使わないです。了解です。カニ切り引いてきて、カニ切りをブレイブします。さあカニ切りですがこれ緑一色のグラウォーカーネクサスにブレイブしておくとですね自分の緑のスピリット全ては相手の紫のスピリットアルティメットの効果を受けないということで、はい、うん、ブレイブしてもしなくてもどうしてもいいと。なるほどな。ただセンチビルドにブレイブすることによって一回回復しますから、うん、はい、ロマンティスは自戒します。はい、これでアタックステップに入ります。はい、アレスの、グランフィールド使って自分は系統核陣を持つシンボル2つ以下のスピリット2体で同時にアタックできます。で相手はどちらか1体をブロックでき他の1体はブロックされないです。はい、この効果を使ってオールリーチとセンチビルドでアタックします。で、カニ切りのアタック時効果、はい、相手のスピリットアルティメット1体を10披露させますのでお見合い式1体10披露させて、はい、さらに自分の緑の一色のグランウォーカーネクサスがあるので単に1回このスピリットを回復します。さあ回復した、じゃあプラスで、はい、お、使いました。持っていましたね。3コストで区内の周囲を打ちます。はい、さあこれを打ち消すカードは持ってるのか持ってないのか。はい、ごめんなさい、見てもいいですか。破壊時に1個トラッシュ、はい、ありがとうございます。トラッシュはないです。こちらもないです。はい、こちらの方をブロックで
こちらのナイフになります。はい、フラッシュがあれば、こちらないです。ではアレスのグランスキル使います、はい、でこのネクサスの子は3個をボイドに置くことで疲労状態の相手のスピリットを手札に戻します、はい、あ、手札です。あ、手札、はい、破壊させながら、こちらないです、はい、こちらもないです。ブロックは成立しましたので1点とあそこで、こっちの効果で1個トラッシュでお願いします、はい、まあここで決めきらないとおそらく、そうですね、コアをたくさん与えるのもちょっと怖いですからね。センチビルドで、はい、センチビルドで今コア4、コアは足りてるんで、まあ何か1体出てくる。あのコアはさっき使ったんで使いません、はい、確かそれは高いないです。ではフラッシュで、さあフラッシュがある、うん、さあムツバセイボーエースのアクセル、うやった、相手のスピリット1体を疲労させる、ね、その後疲労状態のコスト最下のスピリット2体を好きな順番でデッキの下に戻す。これは空移してオープンで、はい、オープンして手元に置きます。さあもうバースト次第ですね。あればこちらはないです。ここまで引っ張ってソーディアスアーサーだったらしてやられたと思っています、うん、そうだから、ね、なるほど、だいぶ我慢しましたね。効果確認ですか、はい、さあ手元から召喚できますので、軽減1コストで少し払って残りの打点1点をひねり出しました。フラッシュがあればないです。こちらもないです。さあ2点、さあバーストバースト考えます。はい、ないです。なかった。続けてミツバ聖母エースでアタックします。フラッシュ考えます。はい、なしで。なんかありがとうございます。なしで強し、よっしゃー、よっけーい、さすが。さあ、お二人お疲れ様でーす。お疲れ様でした。さあ、影川さんおめでとうございます。ありがとうございます。ユーザー戦初ですよね、うん、そうなんです。実は、はい、エイジストーナメントあったんですけど、うん、ユーザーさんとやるのが初めてで。どうでしたか？めちゃくちゃ緊張するし、うん、実はなんか私のこと結構許せないって聞いてたんですけど。そうですよね、はい、うん、でもちょっと最初にお話しさせていただいたんですけど、うん、彼多分私のこと結構好きです。あら、はい、あら自信がある。あります。どうですか？言われてますね。俺今ハヤトムさんの気持ちがものすごくよくわかる。そういうところなんですかね。そしてハヤトムさん、はい、いやちょっと、ね、影川さんには負けたくないとかぶっ倒す的なことを言ってましたが、記憶にございませんね。わかんないっすかね。続いてチャレンジャーを迎え撃つエイジスは、エイジス3、マスオコウスケ。僕が今回使うのは交流デッキです。まずこちらです。維持神竜トリビクラマ。こちらがまず新降臨を持ってるっていうだけでも強いんですけれども、出たら新降臨で出たら相手のバーストかフィールドにあるスピリット等を絶対に戻す、そして回復する、でまた相手の場に何かあったら戻す回復する戻す回復する、これが何回もできるわけです。そして耐性も持っている、強い。さらにこのブレイブ、このブレイブもこいつが持ってない耐性を与える、つけるダブルシンボル、戻す回復戻す回復、強い、美しいです。最高、最高です。竜は美しいんです。でバトスピといえば竜、つまりバトスピ美しい、これによりバトスピ竜美しい、これの三角関係が出来上がる。でこの三角関係を制して僕は美しさの頂点に立とうと思います、この竜たちと一緒に。対する DKZ は、2敗していますがちょっと元気づけようと思います。失礼します。あれさあちょっと残念ながらね、2敗ちょっと負けが続いてますが、はい、大事な大事な3戦目誰が行くんですか？僕がもう1回行きます。2回目、はい、今回じゃあ3回目で握るデッキは何になりますか？リボル使っていきます。グラモーカーゼウスの効果を使って、うん、はい、
エクストラターンを獲得しつつ、うん、はい、リボンの効果でライフを貫通していければなと思ってます。はい、対戦相手としては何が来そうっていう予想とかありますか？交流交流交流相手でも勝てる？勝てます。なるほどです。でも3回目絶対勝てるようにちょっと強めでいきます。はい、トップドローで奇跡を起こして勝利をもぎ取ってください。頑張って。いや、もう絶対いきます。よっしゃー、交流 VS 交流 BKZ初の勝利なるか。先攻エイジス3、増尾康介。後攻 BKZ、BR さんです。ゲートオープン、開放。よろしくお願いいたします。では先攻いただきます。はい、先攻。さあエイジス3、増尾康介出陣ということで、はい、うん、今日は交流ですね。うん、ではメインステップに入ります。交流と、はい、交流は実は戦艦バチマンの BR さん50を使うということなんですが、はい、というか初手でバチマンドゲル貼ってきましたね。バチマンドゲルだ。うーん、はい、まあ、やっぱりネクサス、はい、グラモカネクサスがどのぐらいのスピードで並ぶか、ね、そしてエクストラターンというか、はい、追加ターンで押し切れるかっていうのが重要になってきましたね。はい、さあ、ポーラとシーが開始されました。はい、雪ヨース、雪ヨースがもうサンダーゼットギボン、サンダーゼットギボン、サンダーゼットギボン、はい、刺します。はい、今コーリウムやっぱ足が速いんで、はい、さあこれバチマンドリルのグラモカセウス、はい、ってくるんですが、全てを、その中の工場を持つカードすべてを手札に加えます。はい、サンダーズとブレイブを手札に加えます。残ったカードは破棄します。あー、破棄してるカードが、はい、相手のターン、相手の効果によって相手の手札が増えたとき、増えたカード1枚です。ここで仕事をします。バチマンドゲール、どうぞ僕もマンドローいただきます。バストかなりのストレスになりますね。はい、まあ、赤なのでネクサス触れるカード入ってるかどうかなんですが、おそらくずっと便乗される。これでエンドステップ終了で、はい、では可能性はありますね。でスタートステップ、馬神ダンとかね、昔は入ってたんですけど、今はもう入ってないですからね。意志のグランウォーカー意志のグランウォーカー美神を配置します。はい、どうぞ。はい、では軽減があるので1コストで、こちらで同盟カードがないのでコアチャージを行います。はい、どうぞ。1枚、2枚、3枚で対象カードが2つなので、はい、2つ残ります。デッキからオープンされたこのカードは手札に加えられる。うん、手札にあるこのカードは相手がバースト効果以外で1コストも支払わずにスピリットを召喚した時、コストを支払わずに次の効果を直ちに使用できます。はい、BP 合計5000まで相手のスピリットを好きなだけ破壊する。うん、この効果で破壊したスピリットの効果は破棄されない。うん、この効果破棄後1コストを支払うことでこのカードは手札に戻ります。なるほど、妖怪とかなんかめちゃめちゃ強い、ね、へめちゃめちゃ強いカードですね。使いやすいですね。はい、そしてフラッシュの効果は BP5000 以下の相手のスピリット1体をデッキの下に戻すということで、破壊とバウンス両方のタイプの効果を持っている。はい、素晴らしい。うん、そして続けて、はい、ゴッドシーカーこれハーブル、はい、軽減で2軽減で1コスト支払って召喚、コアチャージ行います。はい、召喚時使います。はい、どうぞ。召喚時使います。エンタープライズ、2枚、リバイバルのエンタープライズ、3枚、4枚、超交流、ジャガンナート、はい、手札に加えます。残りはこっちの下に、はい、どうぞ。はい、そして、こっちコスト、バガバットギーターをダイレクトブレイク、はい、で、対象なのでコアチャージ、アタックステップ、何もせず終了します。はい、ターンもらいます。はい、コステップ、トローステップ、コスト1軽減、うん、さあ何かな、コストです。宝珠王 Z、 宝珠王 Z から都市にこちらです。できました。かしこまりました。じゃあタックステップ、はい、開始時効果で自分のトラッシュにあるソウルコア以外、このスピリットに行きます。はい、戻す。その後自分の手札にある系統工場を持つスピリットカード、ブレイブカード、1枚を召喚できます。さっきほどサンダーゼットブレイブも手札に入ってますから。はい。何かな。1コスト。ああ、ゴッドシーカー行きましたね。ゼロとウィゼル召喚。はい。で、コアチャージ。はい。じゃあ対象効果でコアチャージか。さあ、効果。めくれるカードは。ゼウスめくれるか。アレックス。お、このアレックスは何だ、あのアレックスは。ワイルドバウトの、へ、初めて見ました。ではここで
パチモンの戦線に入っている戦闘形態の効果で相手が手札増えたので僕も1枚いただきます。実に増えてきます。で、古城Z でアタックします。はい、アタック時効果でこのスピリットの BP 以下の相手のスピリットアルティメットを3体破壊します。で、さらに、次の相手のエンドステップまで相手はコスト5、7、9のスピリットカードを召喚できません。かしこまりました。こちらフラッシュございません。ないです。ない、では使わなかった。ナイフで受けました。これでエンドステップ単終了で、はい、ではスタートステップ、コアステップ、ドローステップ、では出てきました。まずの後、はい、フル軽減で3コスト支払って召喚します。後から対象が出たのでコアチャージ。はい、三流光景アブソリュートキャリバーを、はい、どうぞダイレクトブレイクします。で、対象が出たのでコアチャージ。はい、どうぞアタックステップに入ります。はい、では攻撃進流ジャガンナートでアタックします。あ、進撃交流、すみません、進撃交流ジャガンナートでアタックします。アタックしました。で、アタック時相手のスピリット3体を手札に戻します。さあ手札に戻して手札が6枚になったので、その後相手の一瞬グラウンドフィールドを発揮しないと思いきや、3個をこのスピリットに、はいはい、とで手札手元の相手のカード3枚につきシンボル1つが追加されるので、はい、今手札がドロー6枚です。6枚、では2点シンボル追加されてアブソリュートキャリバーがくっついているので今4点でアタックしています。さあ、そしてもう1つのアタックブロック時効果、このスピリットのアタック時効果で、ターンに1回ボイドから2個このスピリットか系統インディーダーを持つグランウォーカーネクサスに置けます。なるほど、これでまた再びレベル2になってグラウンドフィールドシンボル増やして5点です。さあ、そしてここでさらにリシヌの5点アタックだ。5点アタック、すごいぞ。左クサスと系統交流を持つ今回のコストがコスト6以上の自分のスピリットがあるかどうか、白のシンボルを1つ追加するので今5点シンボルでアタック中です。やばい、フラッシュで、はい、サンダーセット2本、はい、アクセル、はい、と3コスト 0K3 コストで使用します。空打ちで、はい、かしこまりました。で、とフラッシュあれば維持神竜タイビクラマが新降臨で自分の白のグランウォーカー、自分のグランウォーカーネクサスのコア1個をスピリットということで、さあトリビクラマが乗って、しましたで、ってことはチャージが、はい、ちょうど完璧じゃん、完璧完璧じゃん、え、完璧完璧、5点、え、もう完璧じゃん、5点。さあ、ジャガンナードのシンボルを増やすのは受け継いでいます。またはバースト1つを手札に戻すことでこのスピリットは回復する。この効果はフィールドに残る効果以外では防げません。はい、バーストを戻したいです。はい、タックス戻ります。はい、では戻ったので回復します。今シンボルが何点ですか。固定シンボルでアタックしています。ブロックされないが消えました。フラッシュはないです。おっと、素晴らしい、ありがとうございました。ほとほとくめをいった、素晴らしいやり合いがありました。もうこれでね、エイジス弱いなんて言わせないぞってやつですからね。引き強すぎん、みんなエイジス引きやばない、さあ、お二人お疲れ様です。お疲れ様でした。お疲れ様です。さあ、マスオさん、はい、これはもう最初のバチマンドゲールから良かったですね。そうです、バチマンドゲールがいたおかげでこの子もこの子も引けたので、この2枚フィニッシュを決めたこの子も引けたので、はい、本当になるほど、バチマンドゲールありがとうございました。臨場ドローで、臨場ドロー、はい。そして BR さん、はい、いやー、やっぱり最初にね、ちょっとめくったカードが落ちちゃったっていうのが痛かったのもありましたけど、あ、そうですね、まあ、ゼウスね、あと防御札が引けなかったのが、そうです、だいぶ手札きつかったように見えましたね。白昇防壁とかあればよかったんですけどね、はい、そうですね、引けなかったので、はい、はい、うん。次回、3連敗中の BKZ、 キング戦挑戦権をかけたラストチャンスに挑むのはクレイ。シリュを持っていこうかな。シリュ、まあ、盤面をコントロールしつつ、ホワイトライダーでコアを取りつつ、そのマルグラムで貫通を狙って攻めていこうかな。対するエイジスは鮮烈なデビューを飾ったエイジス7、阿部恵美香。
今回使わせていただくのは行動デッキです。行動の弟子が行動で負けたらもう行動使いじゃないですから、絶対に一生もぎ取っていきたいと思います。シリュー VS 行動、果たして勝負の行方は。バトルスピリッツにガンダムが参戦。機動戦士ガンダムシード、機動戦士ガンダム00、機動戦士ガンダムユニコーン、歴代のモビルスーツを多数収録、衝撃のコラボ企画ガンダムコラボスターター、3月14日3週同時発売。異なるデッキで自分だけの戦略を探し出せ。さらにガンダムコラボブースター発売、続報を待て。バトルスピリッツ、バトルスピリッツコラボブースター仮面ライダー海戦ライダーウォーズが12月21日に発売予定です。よっしゃ、来ましたね。はい、この商品は大人気の仮面ライダーとのコラボ商品となっており、はい、今回は新たに勇気、ゴースト、ゼロワンの3タイトルが本格参戦となります。さあ本日はね、はい、仮面ライダーゼロワンから2種類の X レアをご紹介します。1つ目はこちら、ザン、仮面ライダーゼロワンシャイニングアサルトホッパー。かっけー、シャイニングアサルトホッパー。いや社長かっこいいな。社長、社長、もう仮面ライダー好きといえばね、小川さんか新井さんかということなんでさあこちらのカードなんですが、はい、こちらチェンジで相手のスピリット3体を披露させ、うん、さらに披露状態の相手スピリット全てのコアが1個より少なくならない効果で、まあ、相手のコアの使用を制限させることができると。フラッシュだったりとか、はい、はい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 、そしてレベル2、3のシンボルを増やす効果と合わせてバトルを決める一撃を叩き込める強力な一枚となっております。社長かっこいい。社長、コア縛ってシンボルも増やすということで、これ下手したらね、ソウルコアはスピードに乗っけていても降臨もできなくなる可能性があるってことですよね、これね。そういうことです。かわいいわ、はい、良いカード、はい、さあそして2つ目いきますよ、こちらです、どうぞ。デン、仮面ライダーバルカンアサルトウルフ。さあ仮面ライダーバルカンアサルトウルフ、フワさんもかっこいいね、うん、詳しいよ。フワさんもかっこいいのよ、一押しだから可愛いから、とにかくフワさんはさあこちらのカードですが、はい、降臨アタック時に相手のスピリット2体を重披露させることができる、相手の反撃をも封じる1枚となっております。降臨時も2体重披露ってえぐいですよね、攻防1体のね、強力な効果であるこの重披露をね、重披露もうぜひ使いこなしましょうよと。見ての通りなんですけども、はい、ご覧の通りどちらもね緑属性のカードなので、仮面ライダーゼロワンのデッキはね、このようにあの緑属性を軸にしたデッキになりそうですね、はい、今後も新たな情報を公開していきますので、はい、どうぞお楽しみに、はい、バトルスピリッツコラボブースター仮面ライダー海戦ライダーウォーズはブースターパック6枚入り300円、自販機ブースター4枚入り200円です。皆さんぜひゲットしてくださいね。